はい、本日から千尋さんの月光をお聞きいただきました。もうなんかね、結構ね、このスタジオでいろんなことをしなきゃいけないという、ことがあります。まあそれをやりながら話もしてるんですけれども、先週在沖米国商工会ご苦労様でご商ざいましのた。2月例会というのに、参加をさせていただきました。まあもともとは、読谷村の SDGs サミットで、弊社の透明ディスプレイを展示させていただいたんですけれども、その時隣にいらっしゃったのが、ウミガメの保護の、環境保護団体ですね、あれ。の、ウなんミとか、おーちゅら、な、チュラチュラなんとかっていう、そういう感じのあれでしたよ。適当なところは、まあそんなに、遠くないと思いますけれども、なんかそんな感じでね、ウミガメの保護をされている団体のあれリーダーなんですかね、カなールんでしさょうん、ね、多分。カールさんが、いやいやと、これ米国商工会議所のいろんなイベントで使えそうだからと言って、ちょっと回答に、見せてほしいと言われてね、デモに行きまして、あれ先週でしたかね、行きまして、今度その例会があるからどんなふうなのか一回おいでよと 食事代会費はいらないからと言うんで、まあね、ご招待を受けましたので、行ってきました。まあ本当に、50人ぐらい、参加されてたんでですね、まあまあ盛会っていうかね、で半分ぐらいが、米国の方で半分ぐらいが日本の方っていう感じでした。でまあゲストの方もね、結構いらっしゃってまして、まあいろいろ、ちょっと日本語をしゃべる方限定でとか言って名刺交換をしてたんですけれども 英語でなんか聞かれると、ちゃんと説明できないような気もしたので、とりあえず、まあそういうことを言いながら名刺交換をしてきましたけれども、米国領事館のですね、広報じゃないな、経済担当って言ったかな、の、女性の方、最初に、まあ、スピーチもされてましたけれども、日本語が分かる方だったのでですね、ご挨拶をしまして、そしたら、まあ、ぜひ、米国内というかの、メンバーに、広報で伝えたいのでとか言ってたんですけれども、まあ日本だとお会いするケースが多いですが、アメリカはちゃんとあれちかゃんな、とやるんじゃないの？やりますかね。まあということもありましたので、今日名刺交換した人全員に、メールを送りましたが、まあ20人ぐらい送りまして、返事が来たのは1人でしたと まあまあ1人ず5%ということで、まあね、DM 送ったらそんなもんそでんなすもよんですね。からね、まあまあそれから言うと、結構ね、いい感じかなと思いましてですね、で、その時の何て言うか、講師の方のがですね、ちょっとその会社というかあれは
なんか難しそうだったんで覚えてないんですけれども、基本的にはビットコイン、まあ、わけわからんですね、あれ。ビットコインと、まあ、要するに一般的な円とかドルとかね、ああいう通貨との違いとかね、その辺をなんか説明をしていただいて、なので、ビットコインはこういうメリットがあるのよと、で、デメリットもまあこんなのあるのよというようなことでね、スピーチをいただいてたんですが、基本的に全部英語でしたので、まあ理解力は ほとんど ちゃんとね、日本語のレジュメも準備していただけてですね、聞いてたんですけれども、まあ、もともとビットコイン自体がよく分かってないところもあったんでですね、まあ、よく分かりませんでしたけれども、なかなかね、まあ、思ったのは、やっぱり英語のスピーチ、まあそういう回で半分ぐらいが日本人で半分ぐらいが、まあアメリカ人で、で多分日本の出席者もかなり英語のよくわかる人だとはそうでし思うょうんでね。すが、やっぱり日本語の字幕があるとかなり理解しやすいだろうなと思ったんですね。で、まあね、うちの日本語のスピーカーでしたら日本語の字幕を出して、でそれのね、翻訳の英語も同時に出せるという機能がありますのでですね、それは先般ね、ジャスティン、ウェッジト。ャスティン4世 にお見せして、これはいいねということは言っていただいたんですけれども、英語のスピーチを日本語に変えてよという話をいただいてまして、機能としては作ってあるんですよ。なんだけれども、英語の話してる内容がまず正確に英語の字幕になることが一つ必要で、かつ英語と日本語ってね、どうしてもね、やっぱ翻訳がまだまだそう良でくすないよんね。ですよね。それを我慢すれば出せなくはないかなということで、まあこの間行って思ったのは、やっぱり英語と日本語もちゃんとやらなきゃいけないかなと思いまして、今英語はフィリピンに頼んでるじゃないですか。でそこをもう沖縄でできないかなと。で、あんなに英語堪能な、まだ日本語もある程度わかるようなね、軍属の奥さま方とかですね、いそうな感じがするんで、なんまかた採用できない。カールさんに頼んだらいいじゃないですかね。ああ、そんそなんな人い人ないとか。を、紹介してくれたら、英英語語とと英日語。本語もやるよと。結構いるように思いますよね。だってブラインドタッチっていうか26文字しかないからね。だから日本のように5つぐらいのこのあれを使い分けてってやるわけじゃないから、いるように思うけどで、基本的にはね、リスピークでいいと思ってるな。ああ、の。そうですよね。だから、いそうな気がするんで、で、やっぱりそこはアメリカっていうかね、沖縄の、まあ、メリットというかね、としてあるかなということなので、もしこの放送を聞いてる方で、なんかそういう方をね、ご紹介いただければ、バイリンガルのね。嬉しいなと思います。バイリンガルでないと適正検査とか説明できないし。いや、リスピークできればいいから、リスピークとタイピング。まあそうですね。だからね、昔ほら、ウォルターさんとかさ、マッキーンさんとかね、あの辺はまあ日本人のあれでしたけど、ウォルターさんなんて英語結構上手だったんですよ。まあマッキーンも当然そうだと思いますけど、まあまあそういうね、方がいらっしゃれば、いいですよね。ぜひね、GHA ちょっフィとリピンに頼まなくてもね。英語用として、英語採要用、員。英語要員として、ぜひ採用したいと思いますので、
そういう方いらっしゃったらご連絡いただけると嬉しいです。じゃあ次はですね、どっちがいいです？ワインレッドと恋人も濡れる街角と。恋人の方がいい。恋人の方がいいですという辻本さワんインレッの。ド、この間聞いたような気がし たよ。そうでしょ。私もね、これ入れ聞たいようたなよ気がしたなと思いな、なそう思っがら。たのよ。はい。じゃあ、中村雅俊さんの恋人も濡れる街角でいきたいと思います。はい、中村雅俊さんの恋人も濡れる街角ということで、ね、さっき、辻本さんと話してたんですけど、これは桑田佳祐さんの作詞作曲だということで、やっぱりサザン系のサウンドかなといそううですよね、ね。感じがしました。まあ、先日、沖縄市役所に宮里大也さんを訪ねましてですね、もう久しぶりにお会いしましたけれども、相変わらず元気そうで、よかったなと思ってるんですけれども、まあ本当ね、大也さんには会社、うちの会社のね、設立の時からまあいろいろお世話になりまして、まあね、もう15年経ちましたんで本当ね、ですよね。そういう意味では本当にね、ダイヤさん15年になりましたという話をしたら、すごいですねと言ってお褒めをいただきましたけれども、まあ今はね、沖縄市役所の方で、スポーツ振興をとか、まあもともとね、いろんなことをやられてる方なんで、そうですよね。まあ、幅広い。留大のね、特命教授とかね、そういう形でもやられてましたし、やっぱり沖縄市では、やっぱりアリーナ、あれがね、本当に、すごいうまくいって、すごいあれだったなと思うんですね。何でしたっけ、キングス、琉球キングスをあそこに持ってきてね、やったっていうのが本当ね、当たってね、すごい、まあ最近あの辺通ったりすると、もういつも結構なんかイベントが行われてて、すごいこう人がいっぱいいるんですよ。で、なんか裏あたりにまたなんか建物建ててるんですよね。で、なんかまた建ててますよねって言ったら、駐車場らしいんですね。止めるとこがなくなっちゃったんだ。まあ本当にあんなにね、観客がどんどん来るようなね、イベント会場ということでね、素晴らしいなと思ってますけれども、まあなんかいろいろ本当にね、プランを立てて、まああの辺はやっぱりちょっとそういうね、企画力っていうかね、すごいと思いますね。それとはまたちょっと話があれですけど、昨日、辻本さん、春沢行って帰ろうと思ったら、もう長時間かかっちゃったと。超宜野座からですね、5時に宜野座を出たんですね。それでいつもだと5時半ぐらいにはもう家に、石川の三栄あたりで買い物ができてる時間だったんだなけるほど、ど、昨日はもう大渋滞で、とにかくき、あの宜野座から石川に向かって329を走ったんだけど、金のバイパスのあたりぐらいから渋滞が始まって、ずっともう結局そうですね、石川に入る手前までずっと渋滞でしたね。夜だから山陰に入ったら6時20分ぐそんらい、な遅かった。でしたから、まあ大変ね、な渋滞でしたね。なんでかというと、今沖縄はね、キャンプ、
あのプロ野球キャンプが ありまして、加瀬さん情報だと昨日、近所で楽天がキャンプやってて、名護で、日ハムがキャンプやってるんですけれども、昨日金だろうな、多分近所で、日ハムと楽天の練習試合っていうか、なんかがあったらしいんですね。で多分あのバイパスっていうか、はいはい、あの分かれるところ、あそこがでガーッとこう混じってくるじゃないですか、そう、あの辺からが多分、めちゃくちゃ混んでたんだと思うんですよね、そうなんですよね、いつも途切れることなくずっとあれがしてたから、もう普通あそこのところは、そんなに交通量多いわけじゃん、バイパスの方がどっちかと多くって、あの向こうのね、旧道の方から入ってくるのは少ない感じがしてたんだけど、ものすごいの数でしたからね、なんかあったのかなという、阪神のギノザだから阪神の、阪神のあれにみんな阪神もやってたんじゃないですか試合、阪神もやったのかな、その人が来たからかなと思ったんだけど全く違いましたね、多分、あの向こうから来るのはあれ、あの金の球場の方からだから、まあ楽天、楽天対日ハムの試合のあれだったんでしょうね、そうなんでしょうね、今はね、とにかくもうキャンプシーズンですからね、そうなんですよね、なんとセリーグはもう巨人はまだかな、巨人はだってはなな、宮崎でやってて、その後那覇に来る、そう移ってくるんです、そうなんでしたっけ、あの出だしはね宮崎なんです、あ、じゃあまだ来てないんだ、もうでも来る頃だと思うんですね、で、ね、宜野座に阪神がいて、そうで沖縄市にカープがいて、そうですね、で茶谷に中日ドラゴンズがいて、宜野湾にベイスターズかな、で浦添にヤクルト、あ、これ逆かもしれないです、いやそうです、ヤクルトです、浦添にヤクルトですね、ヤクルトがいて、だからジャイアンツが那覇に来たらもう全チームが揃うというね、そういうほんまやね、もうほんとね、あの沖縄はそういう意味では、この時期ね、キャンプで、あのすごい大忙しだ、で、道路もね結構ね、昨日のあれじゃないですけど、混んでしまうという状況です、そうです、まあ、お誕生会でランチを食べようとしたのに、ホテルのレストランが閉まってましたね、湯河布院、湯河布院をね、あの同友会のメンバーでもあるんで、あの映画フィンでランチにしようと思ったら、日ハムの関連でね、乗っ取られて、もうね、まあ残念ながらというかね、新たなところが開拓できちゃいましたけど、今日もまた新たなところを開拓、今日もなかなか良かったでしょ、なかなか良かったですねあれは、まあね、あの結構沖縄ってあのか隠れた、そうあのね、まあ知る人ぞ知るところがありますからね、そうなんですね、ランチとかね、まあそういうことで、今週もねお送りしてまいりましたけれども、とりあえずそろそろ、最後の曲を、流したいのですが、どれにしようかな、なんかいっぱいあるから、今日はそうそう、で、先週リクエストをしたのにと言って、流せなかったのがそれが大事なんですね、ということで、それが大事を、それが大事、流しさせていただきたいなと思います。それが大事、大事マンブラザーズ、懐かしいねこれもね、知らないわそれ、え、知ってますよきっと、いや本当流れたら分かるかもしれない、はい、大事マンブラザーズのそれが大事を聞きながらお別れしたいと思います。またハイサイ来週よろしくお願いします。